バスマットアズラエル、今日はレアキャラが多くて素晴らしいですね。新キャラ同士の戦いも正直見たことない。さあこの組み合わせもやっぱり殴り合いなんですかね。ジャンビー下がって下がって、ジャン西プリントシューター避けて、このめくりが強い。殴り合いじゃないですよ、現実対一段、うん、両方ついてしまって、タッチミスの下段からバリアント運んで運んで、ロクシー、ジャンシー、タッチシー、グスタフ、グスタフ、グスタフ、護衛が強い、グスタフから下段、ガードしてる、ダーン、見えない、どうする、下段見えている、体力ドット、どうする。何も食らえない。わかんない、この体力ゲージは現実なのかもしれない。グッサフ、グッサフ、タチビー、タチビー、これが強いですね。やはりね、1フレの有利フレームが強い。一本選手はマットアズライル、タチビー、ジャンエで差し返して、5Cからロックシュシークラッシュ、ロックシュー、ロックシュー、惜しいからのクラックシュートからの中段で崩していって、西入らない、入らない、あっ、立ち位が強い、あーこれはひどい、どんどこどんどこと決まっていってしまう。オーラ下だ、オーラ下だ、オーラ下だ、かっこいい、ミシやめろって、やめろって、マジでオーラ下よ、オーラ下よじゃねえんだよ。ほら下だ、ほら上だ、ほら上だ、ほら上だ、ほら下だ、ほら下だ、全部ね、あの意味深がついてる、かっこ意味深っていうのはね、語尾に付け足していただければと思います。港さんのラグナーですね。あどんな読みだよ、マジ。完全に一周してましたね、今の読みは。見てからでもだって押せるじゃないですか、D ボタンは。押せる、確かに。安定中に出てるってどういうことだよ。おっと、勝利、亀足、これはヘルズバング。アズライルに置き攻めするのも地味に怖いんだよな。中段、中段、うん、バックステは刈られてしまう。三振、まだお、デッドスポイク、ゴッシー、ジャンシー、ジャン、ベリアル、ゴーリーからヘルズバング。この方が状況が、ああ裏に当たっちゃって、立ち、なぜか画面端を背負うラグナー、昇竜当たらない、固めていく、ボディー、デッドスパイク、これは読まれていた、下段は直で食らってしまって、ゴシーが当たらない、グッサフ、勝利が怖い、護衛体育どうする、固めで強引に崩していった、イケイケですね。勢いに乗るとやっぱりね、24フレグレーでも見えないですね。一本選手は港ラグナー、空対空から昇竜で落として、おっ投げ、あーフェイタルしてる、これ痛い、マグナムでアズライルあるある、的さんのお手手が赤ちゃんでしたね。お手手がお手手プルプル勢だったか、お手手プルプル勢だ、グロロ後ろに出てる、アラブルだからポーズで切り返していく、ヘルズバング、アラブルだけでマイスカっていう、マイスグローラーですね。おっとだから無情にもガードされて、ゴシーフェイタル、グッサフ、おっと下段、下段、このめくりが強い、ダメージいってしまった、グロロ荒ぶってる、昇竜読んでたんですけど、グロロ荒ぶってる、荒ぶってる、落として、どうする、グローラー、グローラー、諦めない男、諦めない心、どうする、三振当たらない、グッサフ、グッサフバックステ、勝利読みでしょう、ジャンシー当たって、バーストバースト吐いて、これはもうジャンビー指導、これは殺せる、ずらし、まさかまさかの紫投げで取り返していくのはまたザイル、まあでも殺しきれないって分かった瞬間にね、やるのはありですよ、殺しきれないときはやっぱりやってもいいですね。あとこのブラを危ない、あ近すぎたか、あれが入ってたらドリームだったな、あれは減りますね、かなり減りますよね、
ごめん、殴って爆捨て読み読みの完全に逆にいた互角にいってる殺しにいってる読み合いが一周する側になりますからね、うん、今までにない一体感を感じる、なんだろう、吹いてきてる確実にあー勝利君誰もいない方へ誰もいない方へはいだからジャンシーショー、これはいいダメージが入って、ジャンシージャンシーベリアレッジゴーディーカーネージー、ここは少しでもダメージを取っ ダメージを取っていきますね。あーっと裏に回ってのゴーディー通ってしまった。一度もレバーを横に倒さない前に倒してたから前に倒してた。あいや25歳のね、あの5月なんで25歳の婚活バレエ5歳5月なんでそろそろ考えてもいいかなっていう。ゼクシーさんですね。ゼクシーですね。ゼクシーがないと結婚できない。そう、早く婚活しないと。あと猛烈にラブアタックかけていく。あ、求婚してる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 。あでも華麗に振られ続けて、アタックがひどいですね。アタックが汚い。あしつこいよ、しつこいな、こいつマジで汚いな。あ、すごいすごいすごい。足元疲れちゃってますね。足元疲れますよ俺ね。婚活サイトにズボリハマってます。あ、振られた。おっと婚活勢がしつこい攻めで、すごくネチネチと攻めていきますね。中段三振直下している。おっと婚活勢の反撃が始まりますよ。婚活勢反撃が始まってゴリッこれ欲しい。だが安いルートになってしまう。バイガーマグナム。おっとここで財産を吐いていく。アズライルもあっという間に体力並んで激しい殴り合いになっている。非常にブレイブルっぽくない。そう、上の年代から攻めていくスタイルですね。今のめくりをガードして上からここは崩れたくない。どうするどうする。ガキャン、あと振られて無情も振られても諦めない心。マジ何回振られてんだこいつ。から個性を切りに行って声が当たって曲げを抜けて怖い。バルケンも無理はできないが、この技では相変わらずだった。あの位置でジャイン当たって拾い直しちゃう。オオカミ 5B がね、結構上まで判定あるんですよね。そうなんですよね。だからこれは流れが悪くなってきた。開幕捕まってしまうとね、どうしてもある程度ダメージを取られてしまう。あおいいい立ち見応援を振って、ゲダン、ゲダン簡単してる。おい、おい、ありがとう。からのこちらも5000ダメージ。でも両弱点で5000ってなんかかわいそうな。おーあーあーすごい技の当たり方だ。これはすごいな。これ練習を聞いてる暇ないですよね。さあ流れが変わってきたか。これはクローラー通していく。押しぐさ直下されて、だがこの怪しいユーリフレーム、あーと狼ジャンシー中央だからバーストまだ使わないのか。意外とこれ減るな。アドマ3000ちょい。あー見えませんね。だがこのまま走ってしまうと辛い。つらい。これはどうなる。これはどうなる。シバル2アクト、バイス2アクト、ガーキャン、ガーキャンして切り返す。もう無情のジャンプ。さっきも同じ行動を見た。これさっきも見たな。クローラーいいよ。あれででもね、反撃あるんでね。バー、端から逃がさない。苦しい。あー三振、三振食らっちまって、あーかー本月フィニッシュですね。本月ですね。本月アストラですね、これが。あー今二人は結ばれました。どうだ、あ、もう離婚したんですね、きっと。だとの読み合いをしてもらえればいいかな。もらえる方が、まあ、まだいいかなっていう感じですかね。さあ、Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action.読めるさ。はい、中堅出てくるのはワタルンさんのジンですね。ジンも結構バルケンハインは辛いらしいですが、まあ捕まえてしまえば関係ないが、端をキープして 2D 超過されているので飛ばれてしまう。捕まえられたくない。やっぱりこれだよ、ジャンエだよ。ジャンエ強いね。やっぱ強いな。三振縛る、あの軌道、狼との軌道がね、
合ってたよね。合ってますね。あれの縦にも割とあるんですよね。ひれんそう、うん、ガードできなかった。二段目しよう。さあまだ捕まえればジンならチャンスあるかな。右当たっている。今日はアックステップ、おいしい。ああジャンプよ、食らってと端まで行ってしまう。あったー、引っかかっちゃった。一本選手はゼクシーバルケン、婚活バルケン、婚活バルケン。ジンもね、やっぱり対空がね、もうちょっと頭無敵が早ければって感じなんですかね。でも頭無敵早かったらそれはそれですごい脅威、まあ、それはそれで強いんだけど、技の相性が良くない。あー、下段を食らってしまう。この流れはまずい。この食らい方が一番やっちゃいけない。そうですね、これが一番バルケン側がね楽しちゃうんですよね。まあまずね、あのしゃがみくらいから繋がる必要ないと思うんだけどな。あーっと、これは即死圏内に入ってしまうか。悪面の合衆を強制しゃがみくらいになるから。あーっと、補正が切れる。これはダキャン、ダキャン体力が、ここで西指導を入れ、あー、確定反撃。ま、あれ確かマイナス9か10ぐらいありましたね、あれ。あ、そんなもんなんですか。でも結構あの、攪拌レベルでありますね。さあ、勝利したのは婚活勢。ひどい、ひどい、ひどい。あれ、同キャラでなんか特殊演出あるんだ。いや、これ特殊演出じゃないっす。普通の、はい、普通の、普通の。あ、あれ普通の演出なんだ、うん、なんかね、特殊演出っぽく見えちゃうよね、うん、確かに。うわぁ、僕あの演出の中で一番好きなのはラグナ対レイチェルがね、面白いですね。あ、なんか避けるやつか。そう、あのレイチェルがね、うん、同じポーズをね、上下するだけっていう。完全に手抜いてるじゃないですか。あ、オオカミ対空を決まって、自分自身も端を背負ったら死んでしまうので必死になってバースト使う。しょうがないですね、しょうがないですね、この組み合わせ。組み合わせっていうか、まあ同キャラ。これあー、やっぱりジャンプが強い。もうわけわかんねえ。何これ、これが何それ、何それ、やばい軌道が。わかんねえよこんなの。あーあー、同じことやってんぞ、同じことやってんじゃん。はいはいはい、ハイスピードバトルアクション。あー、これはゼクソスペシャル。ハイスピード推理バトルですね、これが。弾丸論破。さあ、一本選手は婚活で、あーっと、開幕ジャンビーモーントリップで画面端。この流れはまずいんじゃないのか。これはバーストもない、あるのは6位だけだ。ガードする、ガードできないよね。うわー、これはこれは同キャラ。あえて同技をかけた感じかな。あとターンが変わって、これはまだありますね。ここでどれだけ、はい、まあ、相手ガーキャンあるからね、はい、この状況。じゃあ逃げている。でもそんなの関係ねえ。捕まえてジャンプシーン、早すぎた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 ジャンプシー、早すぎたジャンプシー。ライフを800ポイント支払い、あーライフ払ってる間もなく。奪われてる、奪われてる。タックル、立ち見口、ジャンシー、ジャンシー。どこに当たったんだよ、どこに当たったんだよ。悪いよ、終わらせてもらう、悪いよ、終わらせてもらう。ドゥー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 ドゥ、あー、この組み合わせ本当に。勝利したのはゼクシーバルケン、港ラグナ、マダオバレットチームですね。